今回は紅葉の中でも定番といわれる被写体、カラマツの取り方について解説をしてみたいと思います。えー こちらはカラマツを撮った作品になるんですけども光がまあどうしても弱いとですねこのように黄金色に輝く射体ですので非常にインパクトがあるんですけどもやはりこうなりますとカラマツのせっかくのですね三角の形がですね光がないとですねこのようになってしまうわけです。これは光がないので仕方がないといえば仕方がないんですがカラマツの場合にはやはり光が。 重要ということになりますね。この形をきれいに出すということも重要です。色彩の美しさもそうなんですが、カラマツのですね、形の美しさというのを出したい。となると、やはり光があった方がいいということになりますね、えー。それでは次の作品を見ていただきたいんですが、 こちらがですね、光が当たった時のカラマツの作品です。まあ光が当たってですね、形がですね、こちら見ていただくとわかるんですが、中央のカラマツを含めてですね、形が非常に、えー、明確になりますね。先ほどのように光が当たっていない状況よりも、やはり光が当たるとですね、このようにはっきり形が表現されるわけです。まあ、このような撮り方をしてしまうとですね、中央に カラマツがあって周辺にカラマツがまたあるということなんですがこちらのですね下の方を見てくださいこちらの方にですね構造物が移ってしまっていますねこのように自然なものの中にですね自然でないものが入ってしまうとやはり少し違和感を感じてしまいますしまあネイチャーというものを取るという意味においてはですね本意ではなくなってしまうまあ、ということでもう少し対象を絞った方がいいですねこのように 中央に持ってきて、周辺に持ってくるという発想はいいんですが、写真としてはですね、この部分、この部分がですね、少し無駄な要素として見えてしまいます。ということで、もう少し構造を変えた作品を見ていただきたいと思います。こちらがですね、先ほどの場所よりも少し移動して撮った作品です。こちら、場所なんですが、日光の根性峠というところですね、日光の一番高いところ。 ですね、そこにカラマスが群生しているわけですその場所を取ってるわけですけども道路側から取ってますので高いアングルということになるので少しですね下にすぼまる形で写りますそれはですね仕上げの段階で少し垂直方向に修正をすればいいわけですけども気をつけていただきたいのはこのような光線状態斜めから入るのではなくて まあ、ほぼ逆光から入るときですね、ここを見てください。このようにですね、ゴーストが発生する場合があります。ここが一番重要なところなんですね。一番きれいにこのカラマツの形を出すにはですね、逆光がいいんですね。なぜ逆光がいいかと言いますと、光がカラマツの後ろから抜けてきますので、当然カラマツがはっきりとこのように見えるわけです。ただですね、その分、このようにゴーストが入ってしまう可能性があるわけです。 まあ、ということで、この光を十分に抑えなければならないと、そして抑えつつも、ですねこの金松のイメージを表現していくということですね、えー、光を抑えるときには、ですね傘や黒髪などを使うといいですね、まあ、いずれにしてもレンズの中に光が入らないようにするということが重要ですね。 よく見ないとですねここら辺が分かりにくくなります。よってこういうようなですね逆光気味で撮る場合はデジタルカメラであればライブビューにしてですね液晶の画面で見る方がいいです。ファインダーを覗きますと直接光が入ってきたりするとですねゴーストのイメージがちょっと分かりにくいんですね。ですので少しそういう意味ではですね液晶モニターで。 表示させてですねさらに液晶ルーペかなんかで見ていただくとですね非常に分かりやすくなると思いますのでツールを使うということも考えていただくといいと思いますそれではこの構造をより高めるにはどうしたらいいかということですねこちらの構造の場合にはやはりこちらの中央のこの部分がですね少し気になるしやはり先ほどと同じここの部分この部分にちょっと余分な空間が多く見えますねそれでは最終的な構成を見ていただきたいと思います まあ先ほどのイメージ、そのまま拡大したイメージですね。先ほどのイメージのこちらをですね、拡大して撮影をしたということになります。まあ、このぐらいにですね、クローズアップして撮影をすればいいということになります。このようなですね、アクセントに。 なっていますしそしてその奥へこのように続くイメージもできていますまあ、さらにここに紅葉の少しの赤みも見えてきますねまこういったような表現の仕方をするとですねより効果的な表現方法になると思います単純にですね紅葉の美しさに目を奪われてしまうとですね構図のバランスというのをあまり考えずにとってしまうことが多いので構図のバランスや露出の軌道さですね逆に言うと全体が見えない からこそ写真として表現して美しくなるということですねシャドウ部分がシャドウで表現されることによって黄金色に輝くですねカラマの美しさが際立つわけですまこういったことをですね意識しながら撮影をしていただければと思います